皆さんこんにちは。フルートの加藤しおりです、フルートの演奏インストでお届けいたします。どうぞよろしくお願いいたします。1曲目、あなたに最高の幸せをです。お聴きください。Thank you.
とうございます。このパンマルケのライブ、私演奏させていただくのは何回目かになるんですけれど、今までとは今日は違う名前で演奏をさせていただいております。というのも今年の春にお風呂の中で今年の春に入籍をしまして名前が変わりました。今月から加藤しおりとして演奏活動をしておりますので、これまで応援いただいてた方も今日初めて見るよ聞くよという方もどうぞお名前を覚えていただけたら嬉しいです。加藤しおりです。どうぞよろしくお願いいたします。取り組みとしてオリジナル曲にも挑戦していきたいなと思っております。今日は2曲ここで初披露となる曲を持ってきました。1曲目はガーベラ、そして2曲目は小さな一歩というふうにタイトルをつけました。オリジナル曲2曲続けてお聴きください。
はですね、この横笛のフルートとインディアンフルートっていうもう一つのフルートも演奏するんですけれども、今度はそのインディアンフルートを使って演奏をしたいと思います。名前の通りアメリカの先住民たちに伝わってきた笛なんですけれども、木でできていて、その木製ならではの柔らかい音色が特徴です。その音色もね、どうぞお楽しみいただきたいなと思います。一つ目の曲は愛と火という曲、そして二つ目はインディアンにとってとっても大切なアメージンググレースを続けて演奏したいと思います。お聴きください。Thank you.
トっていう楽器どなたでも簡単に音を出すことができまして、誰でも楽しむことができますので、気になるよっていう方いらっしゃったらぜひこの後声かけてください。ハンダでも教室しておりますので、声かけていただけたら嬉しく思います。そして私もですね、演奏会だとかイベントのお知らせをするアカウント、LINE のアカウントを作りましたので、そのお知らせもね、この後お配りしたいなと思っておりますので、ぜひチラシを受け取っていただきたいです。この後、次の曲は私の演奏する最後の曲となります。情熱大陸を聴いてください。